榎本武明前編。幕末明治激動の時代を生き切った男、蝦夷共和国の終焉まで。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は榎本武明前編について紹介していこうと思います。こちらのテーマはワンマン様よりリクエストをいただきました。動画にさせていただきましたので、お楽しみいただければと思います。旗本の子として生まれる。榎本武明は天保7年1836年8月25日幕府旗本榎本武則の次男として、江戸御徒町の柳川横丁、通称三味線堀の組屋敷で生まれます。父親の武則は幼い頃から数学が得意で、後に伊能忠敬の内弟子となり、実地測量を手伝ったりしています。弘化4年1847年、12歳の頃昌平坂学問所に入学しますが、同時にアメリカから帰国したジョン万次郎、中浜万次郎が開いた英語塾にも通い始めます。この時万次郎から聞いた海の向こうの話に、榎本は初めて異国を意識しました。安政元年1854年、19歳になった榎本に思わぬチャンスが巡ってきました。函館奉行堀俊弘の従者として蝦夷地巡回の旅に同行することになったのです。初めて見た地平線と暴漠とした北の大地は、榎本の心に大きな影響を与えました。長崎海軍伝習所での出会い。安政4年1857年、榎本は幕府が海軍力整備のため、安政2年1855年に急いで開いた長崎海軍伝習所の2期生として入所できました。実は最初の入所吟味で落とされたのを、友人の父親のコネを使って入ったのですが、彼はここで様々な人物と運命的な出会いを果たします。伝習所総督の永井現場の神直行は、後の函館戦争で榎本の片腕となって戦いましたし、1期生には勝林太郎、後の海舟が在籍していました。他にも1期生の中島三郎助、春山弁蔵、2期生の伴哲太郎、松岡伴吉らは榎本の檄に応えて函館戦争を共に戦った面々です。しかし多くの人材を輩出し、日本海軍の近代化に貢献した伝習所は、安政6年1859年、わずか6年間の存続で急に廃止されてしまいました。これは海軍の主体が長崎から江戸へ移ったことに伴っての措置です。安政5年には東京築地に軍艦操練所が創設され、優秀な成績で伝習所を卒業していた榎本は後に教授に任命されます。久しぶりに江戸へ戻った榎本は万次郎の英語塾を訪れますが、ここで共に蝦夷共和国を目指した大鳥慶助と出会っています。幕末明治の歴史をたどっていると、思わぬ人が思わぬ場所で行き合っていることに驚かされます。オランダ留学生に選ばれる。この頃の世情は誠に騒然としていました。日米通商修好条約が締結され、続いてオランダ、ロシア、イギリスとも同様に条約が締結されます。アメリカとの条約締結調印のため、正史新見淡路の神正興が砲破炭号でアメリカへ向かいますが、随行船として関林丸が選ばれます。福祉には木村摂津守が、教授方頭取、艦長には勝林太郎が任命され、以下伝習所の1期、2期、3期生らが同行することになりましたが、榎本へは任命の知らせは届きませんでした。満延元年1860年正月の関林丸の出航を鬱屈とした思いで見送った榎本でしたが、文久2年1862年春、オランダ留学生正式決定の通知が届きます。他の留学生ともども関林丸でオランダへ向かうのですが、彼らは築地の軍艦操練所に呼び出され、 1. 日本の秘密を漏らさざること、 2. キリシタンに肩入れせざること、3. 本庁の風俗を改めまじきこと、
の三箇条の制止に欠板を求められます。幕府は留学生がキリシタンの教えに染まることを一番恐れていたのです。異国へは水杯を交わして旅立つ時代でした。海洋丸での4年ぶりの帰国。オランダでの4年間、榎本は蒸気機関学、船舶の運用学、法術、国際法学その他の実学を学ぶとともに、自由主義思想や実証主義などにも触れました。慶応2年、1866年10月、オランダでの勉学を終えた榎本は、就航したばかりの海洋丸に乗り込み、オランダフリシンゲン港から一路日本を目指します。海洋丸というのは幕府がオランダに発注していた軍艦で、350馬力の木造船、四条砲26門を備えた当時日本随一の軍艦でした。慶応3年3月26日朝、雪をいただく富士山を遠望し、留学生たちは抱き合って無事の帰国を喜び合いました。しかし4年9ヶ月ぶりの日本は大きく変貌していました。内地からの頼りで長州藩の攘夷決行、薩摩藩のイギリスとの戦いなど、ある程度の情報は得ていた榎本でしたが、その変貌ぶりは予想以上でした。孝明天皇は崩御し、後部合体した幕府の権威は地に落ち、幼い金城天皇を擁した薩摩、長州の鼻息は荒く、京や江戸では異人斬りが横行しています。自分がいない間にこれほど日本は変わってしまったのか。自分が治めた学問を幕府のために役立てようと思っていた榎本の心に怒りがこみ上げてきました。軍艦奉行に就任するも、武士の世は終わりを告げる。5月12日、幕府は榎本を召し出して、百俵15人淵で海洋丸頭取、艦長に任命します。時の軍艦奉行勝海舟は、オランダで新しい知識を得て帰国した榎本らに大いに期待したのです。榎本はその後も軍艦駅、軍艦頭と順調に出世し、幕府海軍を指導する立場になり、やがて軍艦奉行に就任します。その間にも国内情勢は揺れ動き、慶応3年1867年10月13日、15代将軍徳川慶喜は二条城に諸藩の重臣を召し出し、大政奉還を伝えます。これをもって徳川幕府は265年の歴史を閉じ、武士の世は終わりました。12月9日には朝廷より王政復古の号令が発せられます。実権を手放そうとしない幕府側と、将軍慶喜の官位返上、領地返納を迫る朝廷側は一触即発状態に突入しました。会津藩や桑名藩を中心とした幕府勢力は慶喜に徹底抗戦を迫ります。一度は決然として立つと告げた慶喜ですが、慶応4年正月3日、戊辰戦争が始まってしまい、慶喜や幕府方は朝敵となりました。7日未明、深夜大阪城を抜け出した慶喜は、わずかな友と共に榎本が留守にしていた海洋丸に乗り込み、江戸へ帰ってしまいます。幕府海軍を率いる榎本は旗艦海洋丸に乗り、兵庫港に留まっていましたが、わずかに船を留守にした間の出来事でした。自分の船を乗り逃げされた榎本は、今はこれまでと大阪城から軍資金を持ち出し、天保山港にいた藤山丸に飛び乗り、艦隊を率いて江戸に向かいます。迫る新政府軍。陣頭に錦の御旗をひらめかせた薩長を中心とする統制軍は、北陸道、東山道、東海道の3道に分かれ、江戸を目指します。3月15日の江戸城総攻撃の日が迫る中、勝海舟と西郷隆盛のトップ会談により、江戸はなんとか戦火を免れます。旧幕府陸軍奉行大鳥圭助は、徳川に心を寄せる旧幕臣の軍勢を率いて江戸を脱出し、奥羽へ向かいます。しかし江戸湾には未だ榎本の指揮する旧幕府艦隊がとどまって、徳川に対する新政府の処分を見守っていました。この段階で海軍総裁の矢田堀光は身を引き、榎本が全艦隊を掌握していました。
勝と榎本の間で軍艦の所属をめぐって話し合いが行われ、藤山丸、昇格丸、徴用丸、観光丸の4艦は新政府側に引き渡されます。海洋丸、回転丸、万竜丸と千代田型の4艦は改めて朝廷より徳川家がもらい受ける形で決着がつきました。大上越列藩同盟成立、榎本奥州へ脱走する。徳川の行く末を見守っていた榎本でしたが、明治元年1868年5月、徳川家里が駿府70万石に移封され、7月には慶喜も駿府に移り住んだのを見届け、一路北を目指します。この頃東北の地では奥羽の25藩に越後も加わり、奥羽越列藩同盟が結成されていました。新政府のやり方に不満を抱く旧幕府勢力が次々と奥羽の地を目指す中、榎本のもとにも仙台藩主から一刻も早く同盟支援のため艦隊を率いて奥羽へ来てほしいとの便りが届きます。8月19日、榎本の艦隊は共に奥州へ向かう旧幕臣2000名を乗せ江戸を出港しますが、彼はこの行為を脱走と呼びました。主家徳川家とは関係のない行為だと言いたかったのですが、この言葉は真新しかったのでしょうか。当時の世間の流行語になりました。北の大地へ。たどり着いた奥州の地ではすでに列藩同盟は崩壊状態。新政府軍の迫る中、これ以上とどまっていても先はないと見た榎本は、最後の望み北の大地北海道を目指すことを提案します。すでに最大の軍事力を握る榎本が全体の指揮を執る立場にいました。明治元年1868年10月12日、同行を望む幕臣たち3000人を乗せた艦隊は仙台藩領を後に北の大地を目指します。実はこの時、幕府の軍事顧問として来日していたフランス人数名も榎本と行動を共にしたいと申し出て北海道へ渡っています。彼らの中には後の函館戦争を共に戦った者もいました。明治元年1868年12月15日、蝦夷地の新政府軍を追い払った旧幕府勢力は蝦夷共和国の樹立を宣言します。共和国総裁に就任した榎本でしたが、明治政府が共和国の存在を許すはずもなく、明治2年1869年5月11日未明、新政府軍の砲撃で共和国の存廃をかけた函館戦争が始まります。多くの優位の死が死んでいった戦いは5月18日早朝、共和国側の敗北で幕を閉じます。敵将黒田清隆のもとに榎本はじめ幹部らが出頭し、五稜郭も開城、旧幕臣たちが最後の望みを託した北の共和国もここに終わりました。賊軍の主帰として下った榎本ですが、後半生では大政側の人間として活躍の舞台が待っていました。そのお話は次回で。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。